動画の視聴ありがとうございます。レックス日講師の根本です。ここでは4月からの学習プランについてのアドバイスをしていこうと思います。4月からの学習プラン、2本柱で行くことをお勧めします。1つは、自分の学習プラン、自分で作った学習プランを押し通す。こちらの学習プラン、インプットメイン、アウトプットメイン、過去問メイン、答れメイン、いろんなやり方があると思います。 で、これを、ある意味、月曜日から土曜日までは、その学習をしていく。それとは別に、日曜日は、もし、当練を受けておく。自分の学習をする。これっていうのは、自分の満足感を得られますが、自分よがりになる危険があります。一方、もし、当練。これを受けることによって、客観的な自分の位置、 自分の弱点が分かっていきますこのような形で自分の学習と等連模試この2本で学習していくことをお勧めしますこの四月からの等連模試こちらの方ですがどういったものがあるかそれが今画面に出ているものです今回は短期決戦ということで もし当連を変遷し直しています具体的にはスリ3ステップホップ、ステップ、ジャンプという形のものにしています具体的に説明しますまず4月のタイミングです4月のタイミングではまず生鮮当連ファイナル編が行われますこちらは午前科目だけ当連 5科目だけ答練が全部で4回。午前が1と3、午後が2と4で行われます。はい。で、これをやっていくことによって、まず、時間に慣れてほしいんです。午前2時間、午後3時間ってどんな感じか、そしてどの科目にどれぐらい費やせばいいのか。5科目なんか特にそうですよね。卓一期日。何分までにえ、こちらマイナー科目を終わらせて、 不動産卓一をどれぐらいで終わってそして金銭に何分ぐらいに入っていくのかとそういった時間こちらの時間をねこの4月の段階で得てほしいんですそしてそれが終わりましたら5月ゴールデンウィークに模試が行われますこれで1日ぶっ通しで本試験と同じ時間同じレベルのものを解いてください ここまでがホップ時期です。でこれが終わると自分がどこ弱いかって分かってくるはずなんです。どこが弱いか何が弱点かどこに時間取られるかが分かってくると思うんです。じゃあ次ステップ時期です。ステップ時期では自分の学習これはぜひ4月の当連模試。 そこで分かった弱点、弱い点、そこをメインにしてほしいんです。弱い点を、こちら5月,のえ5月の自分の学習のメインに置く。で、そして、その弱いところばっかりやっちゃうと、今度強いところはなくなる可能性がある。だから、今度5月以降、生鮮闘練ファイナル編、また午前だけ、午後だけの模試、闘練を4回受ける。 ことによって、また自分の変なところで漏れがないかを調べていく。弱点を潰しながら、当連で漏れがないかを確認していく。そして、それがちゃんと身についたかを、6月6日あたりに実施される公開模試で確認していく。ここがステップ時期になります。で、最後、6月以降。 ジャンプの時期ですもうこれは自分の学習というのはもうその時で決めてください。基本に行くのか密室に行くのか過去問なのか倒連なのかはいインプットなのかアウトプットなのか今決める必要はありません。その時ににななっててみれば自分どこが足りなくて どういう勉強がいるかは分かってくると思います。その勉強をやっていきましょう。そして、最後の最後でチェックをしていく弱点の克服ができているのか、基本論点の漏れはないのか、時間対策はできているのか、これを最後、全国公開模試、 のの後のスーパー公開模試で試していってください。これが私が進める4月、5月、6月の学習です、はい、でこのように模試こういうラインナップになっていますがちょっと自分の学習の方をもうちょっと重視したいという方のためにそういうプランも用意しました。 一番上、生鮮トーレンファイナルプレミアムパックえこれが先を説明したものになりますすべてがついているものですえそれより少し抑えたものが真ん中と下ですこの真ん中、ある意味ゴールデンウィークから模試トーレンに参加していくっていうプランですこの全国公開模試というのがゴールデンウィークに行われます ここまでは自分の学習をメインにしていって、ここから、当練、模試に参加していくというプランです。一番下。でこちらですが、ファイナル編1回、2回。ファイナル編7回、8回を受ける。これをセットにして、プチ模試みたいな感覚にする。レックの当練は、総合成績が全部出ます。 でですのでこの「もし」、「当然」を受けることによってこの成績を見て、まあ、ある意味「もし」のような使い方をするだからある意味プチもしもしプチもしもしという形でもうずっと「もしもしもし」という形でやっていくこういうプランも用意していますまた一番下には本当に「もし」だけのセットというのも用意しております こちらがレックの出す、え、え、当連、もしのラインナップになってます。自分の学習状況に応じて、自分がこなせるもの、そして自分が楽しすぎないプラン、それをぜひ選んでください。こちらの動画の方は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。